こんにちは、ブルコスです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょうか。今回からチャプター5でございますね。もうこれチャプター5だ。チャプター5の4ですね。何を言ってんの、バカタレ。のっけからもう本当に恥ずかしいわ。めっちゃ恥ずかしいわ今。ね、まあ、ラストチャプターの1個前ということでね、いよいよアシュリーを奪還してね、サトラをぶちのめして終わるっていうところまでね、やっていきたいと思いますんでね。はい。まあね、私がアメリカ人を信用するとでも思ったのかって言ってますけど、じゃあこいつ何人なんだろうね。サドラ、オズモンド・サドラ、まあでもスペインが舞台だからやっぱスペインになるのかな。サドラっていう名前が多いのかな。サラザールはね、実際にスペイン人の俳優さんが演じてる、デッドマンズ・テイル・ノー・テイルズで、最後の海賊っていう、パイレーツ・オブ・カリビアンでね、やった作品もありましたけどね。あのサラザールは好きだけど、ここに出てくるサラザールはダサいよね。まあ、そんなことでもいいや。ということでね、今からね、ちょっとね、カラオケには欠かせないアイテムの名前の人がね出てくるんで、まあ、その人とね一緒にねガナードでボコ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 しばき倒しながら、進んでいきたいと思います。で今日もよろしく。でまあなんか前回さ、その目標云々の話をさ、なんかさ大した目標もさ達成したことがない人間がさ偉そうに語ってたじゃんっていうことを言ったら、まあ、自分の、その肯定感とかそういうのが下がっていっちゃうからあんまりよろしくないんだけど、まあ、実際まあ、結構そこそこのことをやってのけてるとは個人的には思うんですけどね。一般人からすると芸能人とかスポーツ選手みたいなさ、そんな大それたこととかやってないけどさ、経営者みたいなさ、まあでもね、大会で優勝させたりするコーチだよ僕は。市民大会だけどそれはいいよ。でそれでもなんか面白いのは、その例えばその同じアドバイスをしてさ、結果を出す人とさ出さない人っていうのがいるわけですよ。例えば僕塾の講師とかを大学の頃にアルバイトでやってたんですけど、同じ授業、まあ、1対2とかねので授業する、1対1か1対2で授業するようなパターンだったんだけど、まあ、1対2とかで生徒のね差が出てくるんですよ。で片方の生徒の子とかはその教えたら教えた子だけこれはできる解けるっていうね自己暗示をして、でもう一個の子はいやこんな難しいのできへんわって、やっぱり中3になって、中1中2くらいの時は学力が同じだったのに、中2になって、じゃあ中3くらいになってから模試の結果も全然違ってきたりとか、やっぱり高校のレベルも偏差値だったりして、なんか8個ぐらい違ったのかな、っていう結果にねなってきたっていうところもあるんで、だからやっぱりその違いっていうのは根源って何っていうと、やっぱセルフイメージになるんですよね。自分で自分のことをどう思っているかっていうのが大事で、で自分にできるかどうかが分からないっていうね、やっぱ不安が先に立ってちょっと自己肯定感とかが低いタイプの子っていうのは、やっぱりできる範囲とかね伸び率っていうのがそうじゃない、自分ができるできるできるとかやれるって思ってる子と比べると下がっちゃうっていうのがあるよね。だからその新しいことをやるとか今やってることのレベルをさらに上げていくっていうことを考えた時には、やっぱりね結果が出ないとかうまくいかないからって、ね、すぐに諦めてしまうんじゃなくて、まあ結果が出るまで続けてみようとか、あこれはうまくいかない方法だったんだ、じゃあこういうやり方はどうだろうなっていう、まあそのマインドを切り替えていくっていうふうに、まあ、シフトができれば、まあ、おのずとね自然と実力も結果もついてくるっていう風になると思うんですけどね。そこがねやっぱ大事なんだよね。だから僕が初めてコーチに就いた、バスケのコーチに就いた時の女の子たちって、その一つ上の学年の子が公式戦では勝つ一個も勝てなかった子たちだったんですよ、残念ながら。まあ当たった相手が強かったっていうのもあるんですけど、やっぱりこのねうまく勝てないで、まあ結果的に一勝も上げることができないまま、まあ引退を迎えちゃったっていうね、まあ、そういうやっぱり先輩を持った後輩たちで、後輩たちだとしたら自分たちもそれは勝てないとやっぱいうふうに思い込んじゃうなっていうのはあったんですよ。でしかもその時の主力メンバーの学年、まあ2年生ですよね、2年生が3人しかいません。 でその後輩たちも4人しかいません、7人しかいません。で1人マネージャーで、でその4人いる、だからトータルで5人かいて、 でも1人はマネージャーで、で4人がプレイヤーです。で1人は初心者で、経験者の子は3人しかいませんっていう状態の中で、っていう中でやっぱり勝てるマインドなんか身につかないわ、あの時ね実力も自分たちがあるとは思えないし、しかも人数も少ないからまともな練習もすることもできない、
で僕はそんな彼女たちを、まあ、公式戦で勝たせるっていうのはねなかなか難しかったので、結果的に3回戦までしか進めることができなかったんじゃないか。大阪の3回戦って言ったらね、まだまだベスト100何歩とかね、60何歩とかの世界ですからね。なんか島根県とかね、徳島県くらいだったら2回勝ったら準決勝みたいな感じだけど、大阪東京の次にね学校が多いからね、200何校ってね、インターハイとかに出るのも2校あるくらいだからね。そうで、その時にやっぱり僕がずっとねその彼女たちに投げかけたのが、前回パートかな、前回パートでその市民大会でその女の子たちをバスケで優勝させたことがあるよって言ったんですけど、やっぱりね市民大会は、まあ、同じその市に所属しているね、いけたっけ、無理だよ、同じ市に所属しているその高校の高校だけがこう集まってやるっていう大会なんですけど、まあ、そこで他も他の人にずっと優勝できる優勝できるよっていうのをみんなが一番この市だったって言い続けまくったんですよ。他の人たちその仕事だったかどうかっていうのは別だったんですけど、できるできるって結構自覚があるのか、僕が言ったから信じてくれたのかってどっちかの定かじゃないんだけど、でも結果的にあのね7人のチームが優勝したよ7人のチームがきちんと優勝してくれたんだってことが、ね、あれは初めてその結果を残したっていうねあれだったから、めちゃくちゃ嬉しかったね。男子の顧問、僕のねあの高校の時にお世話になった男子の顧問なんですけどね、びっくりしてた。その先生が一番びっくりしてたかもしれないね、うん、あれよう優勝したな、うん、あれって言うなって思ったけど結局その、うん、でなんでこの話を思いついたかってね、ちょうど今ねドラゴン桜1のね漫画を読んでて、そのところでその自分なんか自分で自分に投げかける言葉がどうかっていうのが今ちょうどねセンター模試で700点を超えたところくらいの話を読んでて、で、まあ、自分でできるできると投げかけてた結果、その水野と矢島はね700点を超えることができたと思うと、やっぱその通りだよなと思って、うん、自分でねどれくらいねできるかできないかって思い込んでるかっていうのはすごい大事。これはできないって思い込んでるのも同じ話だと思うんですよ。できないと思ったらできないし、できると思ったらできるし、まあ、それ自己暗示で自己暗示をすることによってその何て言うのかな、そのための実力を自分が身につけようと努力するのか、できないって思い込んでるからもうこのままでいいやと思い込んで何もしない、これやっぱさっていうのが出てくるんですよね。すごいもったいない使い方してるかもしれないですけど、ショットが余ってんだよな、まあいいか。ダッチもなんかうにょ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 してるから、あれをね あそこに突っ込んだらすごいことになりそうだけどね。あ、まだまだ当たってきてる、怖い。じゃあこれこのまま降りていって次行きましょうか。この辺りでこれでも終わろうかな、もう突破したくらいかな。チャプターを分けた方がいい気がするかな。でもなんだかんだ長いからね、やっぱりねこのチャプターね、あ長くはないのか。まあ、じっくり遊びましょうよ。そんな急いでやるわけでもないからね。あ、そうそう。で、あとやっぱりもう一つはね、教育する側の人間ってすごい大事だと思うんですよね。そのだから、さっきの僕が、そのまあ、教育できるそのレベルの高さとかっていうのも重要なのは重要だと思うんですけど、その、普段からどういう言葉をね、投げかけてあげるかっていうのも重要になってくる。そこがやっぱり、その教えられる側にとっての、その、この人と付き合った方がいいのか、この人から教わった方がいいのかっていう、まあ、判断材料にしておくべきことじゃないかなと思って、ね、だから普段からさ、いやお前なんてさできないやつっていう風な言葉を浴びせかけるやつがいたとしたら、もしその教育者として失格だし、もし家族とか親とかそういうのがいたとしたら、もうそういったらもう家族で離縁してしまった方がいいっていう風に個人的に思うんですね。お前らがそのポテンシャルで何を言っとんねんみたいな、そんな話になるんですよね。大体そのできないできないっていう人たちって大した実力も経歴もない人たちばっかりなんで、なんでかっていうと大した実力も経歴も持ってないから、どうせそれをそういう自分に教わるとか、そういう自分の元に生まれてきたお前たちがなんか大したことできるなんてありえねえだろっていうふうに思ってるからなんですね。あれは違うな、あれはなんかスイッチの明かりだな。あいぶいぶいぶ、めちゃくちゃめちゃくちゃ、あ落ちない
すげえ、お金が赤く輝いている。じゃあどうしようかな、これこのままドカ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 行ってきてる、うまくいかないね。ちょっと打ちやすいところに移動した方が良さげだね、これっていうところなんで、だから誰と付き合うかってすごい大事だと思うの。うん、やっぱりそので部活でもさ、あの強豪校に行ったらさ、周りにさ自分よりも上手いやつだったらとかがいっぱいいるからさ、そいつにこなくそ負けるもんかっていう気持ちを持ってさ、やっぱりね一生懸命やろうって切磋琢磨し合うことができて全然当たらねえわ、下手くそすぎるわって思えるし、逆にねあんまり向上心のない連中に囲まれると、まあ、自分の実力もそんなに上がらないし、仕事でも一緒だよね。自分よりも優秀なさ開発プログラマーとかさ、それから営業マンとかがいたらさ、それは一生懸命ね、あのこいつより売ってやるとか、こいつよりもいい製品作ってやろうとかって気持ちになってさ頑張ろうって思うけど、そうじゃなかったらね何もしないもんね。で、まあ、その実力を磨くためにやっぱりどういうね人と付き合うかっていうのも大事になってくるから、だから結論ね、あの人付き合いとセルフイメージ、自分で自分のことをどう思うかっていうのは重要視した方がいいですって、そういう話だよね。そこがやっぱねできないとなかなかきついんじゃないかな、達成したのってもね。だからね、自分一人でね達成できる目標とかね、あの内容とかってね限度があるから、そこを突破するためには自分一人でできないなっていう自覚を持つことと、それを超えていくためにじゃあこの人と付き合っていく、自分よりも実力のある人とか大変すごい人とかがいて、それはねやっぱり自分よりもすごいやつ人とかがと関わったりとかしてると自分のことをできないやつだっていうふうに一瞬思ってしまって、まあ、なかなかしんどいなっていう場面は来るかもしれないけど、でもそこを突破することができたらいい。で、悟空なんかさ、ほら強いやつと戦うとワクワクするぞって言ってるじゃないですか、あれと一緒。うん、やつと戦っていくことで自分の実力をどんどん上げていって、で結果的に自分が一番強くなって地球を守れるって、でもそんな存在にならないかんな、なんでこのバイオしながらこんなプチ説教をね皆さん受けなきゃいけんのかって思うかもしれないけどね、でもプチ説教のつもりはないけど、そうだよなそうだよなって思ってくれたら、ね、それはそれで僕も嬉しいですけどね。まあ、よく言われるその、おお、これ、え、あ、べべべ、おお、あ、危ね、これ多分掴まれた状態だったとしたら、多分ドーンってなってたと思うけど、あのアクションしてたからセーフだったって話だよね、これね。じゃあ登っていきましょうか。やつを迎え入れてやろう。クロスソーして、俺生きて、死んでんだよな。あとさ、なんか目標って具体的に立てたからね、あの曖昧の方がいいのみたいな話とかってよく言うけど、まあ、僕は曖昧でいいんじゃないかな。具体的な目標を立てる意味って仕事においてだけでいいと思いますよ。仕事でこれだけ売り上げるとか、いついつ納期でなんかこういう商品作る、こういう商品作りなさいみたいなね、そういう程度でいいと思いますよ。人生ですいつ終わるか分かんない。だって仕事だったらさ、1月からスタートして12月で締めますとか、4月スタートで3月で締めますとか、1期2期とかっていうのがあるじゃないですか。人生さ、いつ死ぬかってさ分かんないじゃん。病気でがんになりました、でも15年生きましたって人もいればさ、3ヶ月で死んじゃいましたとかっていう人もいるじゃん、で老衰とかもさ、それぞれ人の寿命っていうのが、まあこれはまあ遺伝で結構決まっているところがあるらしいんだけど、遺伝で何年生きれるかとか、そういうのがっていうのがあるあったらさ、いつ死ぬかも分かんないのにさ、何歳までにこうなるんやんかさ、まあまあそれが20歳30歳40歳って若い年齢だったらいいかもしれないけど、そこら辺はまあ具体的にね決めちゃったらね、じゃあ30歳です、例えば立てた目標が達成できませんでしたってなって自己否定さです、40になっても50になっても60になっても何者にもなれないままなんか後悔して死んでいく、そっちの方が嫌だ、まあ、それ達成できなかったっていうリスクを先にね考えての話になっちゃってるからあれかもしれないけど、でもね目標なんてさ、達成できるものよりも達成できないことの方が多いわけだから、そっちで考えるのは別にね至って健全っていうのと思うんですよね。ただまあやった
かやってないかっていう自己充足感とか自己満足感を覚えることができるかどうかのキーポイントになってくるっていうのはやっぱり目標達成かどうかなんですよね。結構これがね、あの時頑張ったけどダメだったなって思うのも目標だし、あの時頑張ってよかったって思うのも目標だし、まあ、本気で生きてる人間ってさ、なんか勝っても負けてもさ、なんか楽じゃん。で、勝ったら嬉しいしさ、負けたら悔し泣きするしさ、ね。で、まあ、悔し涙流した人にさ、負けた原因っていうのを自分にさ、求めてさ、自分の至らなさ見つめてさ、また泣いてさ、で、ね、そういうのを泣いてる人さ、情けねえなっていうやつがいればさ、そいつは大したことないやつだしさ、そういうので泣いてさ、一緒に次頑張ろうなって言えるやつはすげえやつでさ、そこも人付き合いっていうのに繋がってくるところだったりするんだよね。まあ、ちゅうわけでね、ちょっといいところでね、ハエも叩き落とされてしまったというところなんでね、一旦ね、ここら辺で区切ってね、次のパートに進んでいきたいと思いますんでね、まあ、ね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタン押していただけたらと思います。次もうちょっとだけ、修羅場を迎えて、このチャプター終わっていくっていうところになるんで、まあ、無事ね、次回パートくらいでね、このチャプタークリア目指していきたいと思いますんで、また次回の方もぜひご覧ください。ということで、お疲れ様でした。